今日あのリハということで、はい、あのギターとか一式こう持ってきてるんですよ。ギターの感じはどんな感じですか？いやちょっとあの本当今回ですね結構難しい楽曲がとても多いので、まあ、ちょっと挑戦かなと思ってるんですけど、まあ、楽しくやれればいいなと。余裕なわけないじゃないですか隣にユウさんいますけどいやもう本当に余裕なわけないんじゃないですかあとあのユウさんに助けてもらいながら頑張らさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、持ってんじゃねえ。お怒りですね。持ってんじゃねえ。ねえみんだよこちらって。イケメンも怒るんすね。何飲んでるんですか。やめて。早く来い。許せない。それはそう。主催者やからな。それは本当にそう。やばそう。お久しぶりの YouTube です。お久しぶりですね。何やってたんですか2ヶ月間。ダイエットしてました。何キロ痩せたの？6キロ痩せたんですよ。すごいね。見てあいつ全然痩せねえんだから。この人ですよね。この人あ 顔だけ映らない。何やってんすか？顔だけ映らない。やばっ。豆だぬき。なんでお腹にゴミついてんの？ゴマじゃなくてゴミついてる。使えないでしょ。そのゴミ使うよ。全部使う。ちょっとなんかゲストの2人が怒ってましたよ。怒ってました。なんかちょっと遅いんじゃねえかっつって。ああそうなんですよ。うちのスタッフが全然働かないから。やばマジで。何でもありよ。もうそんなん言ってしまったら。もうこんなん YouTube だからこんなん編集したら。いや待って、今回これ撮ってるってことはこの人が編集するから。だからあの本当に悪いところだけをこうピックアップして。あそうですよね、はい、YouTube の悪いところ暴き出していきましょう。確かに確かに。暴けるかな暴けるかな話。暴けるかな。暴たけダブラ。今日どんなことやるんですか。リハーサルはどんなことやるんですか。今日はまずふうくんとオリチンとあでもこれもうイベント終わってからだよね。いやもう出しちゃいますよ。言える範囲で、まず撮影してますね今。ふうくんもいっぱいサイン書いてくれてます。頑張ってます。計算してます。皆さんぜひゲットしてください。怒ってないですか。大丈夫ですか。全然怒ってないです。全然怒り顔だもんね。マジで30分待ったからといってバカ、まあ、簡単に切れるような男じゃないんだから。まあまあババ気づいた今。気づいた。バカ入ってたごまかせないよ。まあ、オリトとフー君と一緒に、撮影して、あっちもなんか撮影してるんですけど、そして、今回、コントをやります。お、そうなんだ。知ってるでしょ。で、まあ、そんな長くはないんですけど、どんぐらいになるかね、わかんない。今日、だから稽古というか、やって。ここ当日の会場ですよね。はい。そうでしょ。でその後、まあ2部とかもあるので、バンドの方のメンバーと今度バンドリハをやってとかいう感じの一日ですかね。お、でちょっとライブ前にちょっと出せたらいいですね。出しましょう。僕もだって明後日だよね。今日火曜。そうですよ。明後日出してるっていうことで。誕生日ですからね。何が？あなたの。え違うよ。いやいや木曜日だって29でしょ。だ誕生日イベントでしょ。あびっくりして今違うよって何のイベントだよっつってじじいとババアがなんか盛り上がるイベントか口悪もうじじいとババアってババア町内会じゃねえかそうだよもうほぼ多分ここ目黒区ここ目黒区です。町内会のなんかあれだよね。ゲートボールしようじゃん。コントじゃなくて通訳所にレースに行ってね。じゃあちょっとずつ小出しにしていきますね今日の、はい、お楽しみに。何枚なんですか。これ当時で78万円ぐらいしました。あじゃあ今だったら100万近いんじゃないですか。いや当時僕高校生だったんですけど、はいはい、あのギターの価値分かってなかったんでとりあえずあの帯持ってって、うん、楽器屋にすいませんこれで足りますかって。逆なんで高校生でその帯持ってたの。でもめちゃめちゃ小さい時からあの何芸能やってたから、うん、そう貯めてて、よく分かんない感じでこれ買ったんで今だったらちょっとなんかね手出ないかもしれないですよね。すいません。よく分かんなくてこれを選んだセンスが素晴らしい、はい、とりあえずこれ一番かっこいいなと思って。素晴らしい。すごいっすね。いやいや、すいません、それ視聴者プレゼントつもり。いや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 今回会場に来ていただけたらあのせめて自分のバースデーやらせてくれない。なんで俊介バースデーで。いやちょっとね、
ってたの今、はい、3月2日のリハなんですけど、はい、なんか予定じゃない曲をなんか今歌ってたのはちょっと心外だなと。あ、なるほど。ですね、心外ですね。2月29日のイベントもよろしくお願いします。そんなんあるんですか？ありますよ。ちなみに今日が27じゃん、うん、で、火曜日じゃん。明日水曜日じゃん、うん、YouTube 木曜日アップなのに当日の18時だからもう終わってる。終わってる。終わってますわ。早く上げろってことですか？宣伝がって言って撮ってるけど終わってんのよ。じゃあありがとうございました。一応ね、そうなんかカバーを歌うんですね。いや、そうです、そうです。ジャンヌ・ダルクさんのね、はい、なんていう曲なんですか？振り向けばって曲、卒業、はいはい、ちょっと3月ですしね。2月29日生まれなんですね。はい、そうなんです。4年に1回しか誕生日ない。今何歳です？8歳です。8歳、はい。あ、なるほど、なるほど、はい、8歳になりました。あ、はい、ブルーの日に誕生日なんですね、はいはい、ありがとうございました。いや、なんかめっちゃ練習してるから。いや、もうね、これ一緒に歌いたかったけど。あと体重何キロでしたっけ？体重ですか？ 48.2 です。めんめん何キロだっけ？ 80.3。 おい、倍じゃない。ちょうど倍じゃない。マジ？倍じゃないか、もう。やばね。ちょっと3月2日もよろしくお願いします。あ、もちろんです。頑張らさせていただきます。なんか、はい、なんか2日のセットリストよりむっちゃ練習してたね。いや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 、1回だけしかやってないじゃん。盛るよね。そうやってなんか何回もやったみたいに。盛るよね。わかりました。2日頑張ります。お願いします。よし。YouTube。